我々が強みとする空気と水のテクノロジーにより人、社会、地球を健やかにすることをとことん追求し、グローバルトップクラスのプロフェッショナルカンパニーとなることを目指します。空室事業と空調事業、それぞれの強みを生かし、お客様へ新たな価値を創出し提供するために発足した空室空調社。今回新たに開発したシステムと事業戦略の記者発表会を行いました。今回の融合商品に関しましては、これ業務用の空調とまず業務用の熱庫を連携させます。それによりましてですね、空調の負荷が下げることができると、日本全国平均でいきますと大体空調の負荷が半分ぐらい減らせると。 GI のようなですね、我々の独自の技術につきましては、我々がですね、リーディングをして、で実際にその地域に根付かせると、そのような活動は進めてまいらないといけないというふうに考えておりますので、これは欧州だけではございませんけれども、日本以外の海外でこのような活動については加速してまいりたいというふうに考えております。環境貢献という側面、あるいはですね、パナソニックグループの中での位置づけ、双方から見てもですね、非常に重要なポジションにいるということをですね、従業員一度分かっているつもりでございますし、これらを踏まえた上でですね、今日をまた新たなスタートとしてですね、取り組みを加速してまいりたいというふうに考えております。以上です。この記者発表はテレビ、新聞など多数のメディアに取り上げられ、私たちの事業に対する関心、期待値の高さをうかがい知れる結果となりました。空気から未来を変える、このブランドスローガンのもと、空室空調社はこれからも人、社会、地球を健やかにするために活動を続けてまいります。空気の星、地球。その空気に人はもう無関心ではいられなくなった。空気は体の一部だったのだ。命のための空気、次の時代に必要な空気。暮らし、そして命と向き合い続けてきたパナソニック。私たちにできることはまだまだあるはずだ。空気から未来を変える。パナソニック。